はい、それではお待たせいたしました。早速パンダをお部屋へと呼んでまいります。はい、失礼します。はい、実は先ほどパンダの紹介させていただいている時から後ろのお部屋にスタンバイしております。まあ、時々少し物音も聞こえておりましたが、皆さん気づきでしたか。はい、皆様の前順番に移動いたしますのでお待ちください。本日お会いしていただきますこちらのパンダは現在4歳のメスのパンダで、名前をユーヒと言います。優しいに白浜の浜と書きましてユーヒと呼んでおります。ユーヒ4歳になってまだそれほど日は経っておりません。メスのパンダは4歳から5歳で大人の仲間入りを迎えまして、ユーヒもう少しだけ体今後大きくなるかなというところなんですけども、皆様体重は想像つきますでしょうか。少し難しいかと思いますが、ユーヒの体重何キロぐらいでしょうか。100キロ超えました。100キロ、ありがとうございます。100キロ超えておりません。まだ93キロ程度です。はい。もう少し今後大きくなりまして、まあ、最終的には100キロぐらいにはなってくれるかなと思います。オスですと120キロから大きいもので140キロほどになりまして、オスとメスでやはり少し体格差がございます。ユーヒ今竹を食べておりますので、皆様はぜひ最初にご紹介させていただいた食べ方にも注目ください。今からですね、まずは葉っぱを口の中で向きを揃えまして、おそらく束を作ってくれるかと思います。はい、口の中で葉っぱの向きを揃えまして、まずブチブチと噛みちぎって葉っぱの束を作ってまいります。葉っぱの束がしっかりと大きくなってきますと、それをこのように手に持ち替えまして、ようやくむしゃむしゃと食べ進めていきまして、非常に器用で効率の良い食べ方をしております。パンダによって本当味の好みはあるんですけども、食べ方はみんな決まっておりますので、ぜひご注目ください。主食はもちろんこの竹でして、食生活の9割はこの竹占めておりますけども、草食というわけでもありません。実は雑食性の動物でして、野生では野生では竹以外にも他の植物や木の実、昆虫、鳥の卵なども食べて暮らしております。また自分たちで狩りをすることはないですけども、動物の死骸を見つけますと拾ってお肉を食べるということも中国の方では報告されております。現在アドベンチャーワールドでは竹以外にもおやつとしまして、こういったリンゴや人参、ビスケットなども与えております。このビスケットは本来はパンダ用ではなくて猿用に作られているものでして、